Spinner. Good morning, ケリーヤンです。7月28日金曜日、世界で今起きていること。 AI がキュレーションするとして話題となったニュースアプリが新機能を発表しました。このポッドキャスト Daily Brief では、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。リスナーの皆様の応援により、デイリーブリーフプラスをスタートすることができました。ありがとうございます。デイリーブリーフプラスは、Apple Podcast と Note で1ヶ月無料でお試しいただけます。Note では書き起こし記事も公開中。ぜひこの機会にお試しください。AI ニュースアプリに意外な人物が起用された。今年1月に発表されたニュースアプリアーティファクトの新機能が発表されました。追加された新たな機能は AI を使ったテキスト読み上げ機能です。発表によると、読み上げる音声にはスヌープドッグとグエネスパルトローが起用されており、彼らの声による自然な読み上げを期待できるとしています。アーティファクトはインスタグラムを立ち上げ、メタに売った2人の創業者ケビン・シストロムとマイク・クリーガーによるプロジェクトとして話題を集めていました。ランクルがアメリカに帰ってくる。トヨタは同社の大型 SUV ランドクルーザーの新モデルをアメリカ市場でも販売することを発表しました。大型 SUV が強く支持されるアメリカで、ランドクルーザーは2021年を最後に販売が終了していました。かつて人気を博したモデルの復活に、地元のファンはソーシャルメディアで盛り上がっています。ランドクルーザーはトヨタが1951年から製造してきた同社モデルの中でも最も古いブランドの一つで、警察予備隊、現在の自衛隊向けに開発されたモデルをルーツに持ちます。トヨタは環境活動家や株主から EV 開発への対応の遅れを指摘されてきましたが、新しいランドクルーザーが EV 化に対応しているかどうか、詳細は8月2日のワールドプレミアを待つ必要がありそうです。アメリカのトラック運送大手には逆風が吹いている。ウォールストリートジャーナルは、アメリカのトラック運送大手イエローが破産申請の準備をしていると報じました。同社をめぐっては、全米トラック運転組合、通称チームスターズに加盟する従業員らがストライキを計画。同社と労働者側の協議によりストライキは回避されましたが、こうした労働争議でビジネスが中断するリスクにより顧客の流出が続いていました。同社では過去数日で輸送貨物量が 80% 減少したとの調査報告もあります。イエローが破産すれば、アメリカの物流にも大きな影響を与えそうです。4万6千年の眠りから覚めた線虫。ドイツの生物学者らがシベリアの永久凍土の中で4万6千年にわたって凍っていた線虫を復活させることに成功したと発表しました。この線虫は凍土の中で仮死状態となることで生き延びたとみられています。遺伝子検査の結果、この線虫は新種で、すでに絶滅した種だった可能性があるそうです。2018年にもシベリアの永久凍土から見つかった4万2000年前の線虫が復活した例があります。大麻を買うなら現金で。マスターカードはアメリカの金融事業者に対し、デビットカードでの大麻製品の購入を認めないよう求めています。アメリカでは38の州で医療目的での大麻の利用が合法化されているほか、首都ワシントン DC を含む23の州では娯楽目的でも購入することが可能です。一方で、国全体では依然として違法なため、カード事業者は大麻の販売店とは契約をせず、通常は現金での支払いしかできません。しかし、最近になってデビットカードでの決済を受け入れる店があることが明らかになり、問題となっていました。デイリーブリーフは皆様のご意見をもとに、より良いコンテンツにアップグレード中です。引き続きパートナー、リスナーの皆様のご感想をコメントなどでお待ちしております。ケリーヤンでした。 Have a nice weekend!